Hey, what's up? 山本です。私は今シンガポールチャンギ空港に来ております。本日お届けする動画ですが、チャンギ空港といえば実はプライオリティパスで使えるラウンジものすごくあるの皆さんご存知ですよね。なので今回の動画ではプライオリティパスが使えるチャンギ空港のラウンジ一挙全部紹介します。ただしごめんなさい、第4ターミナルにあるプライオリティパス対応のラウンジ、ここだけは今回は第4ターミナルから出発するわけではなくて、第4ターミナルから出発する便じゃないと多分第4ターミナルのラウンジ行けないと思いますので、ターミナル 1,2,3 のラウンジ今回すべて紹介したいと思います。このチャンネルでは世界60カ国訪問経験者の元ビリーが私山本が旅の情報をフライトレビューなどを記するチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。まずはサッツプレミアラウンジ紹介したいと思います。今第1ターミナルにおりまして、ブリティッシュエアウェイズのラウンジ並びにカンタス航空のラウンジあるんですけども、これは本編のクアラルンプール行きの動画、ここの中で紹介しておりますので、そちらでご確認ください。まずはサッツプレミアラウンジ紹介させていただきます。第1ターミナルです。以前もこう指定ラウンジだったような記憶がうっすらあるんだよな。確かね、そばがあった気がするんだよな。今日あるかな、行ってきます。やっぱりあったよ、そば。今まで味噌汁のようなお椀に1個ずつ入ったやつが今このような提供スタイルに変わってるわ。あと場所も今までここじゃなかった。前ここ確かねサラダあった気するな。でもやっぱそばあるの嬉しいよね。ANAのシティラウンジになってる影響もあるんじゃないかな。他には魚のカレー、あとはチキン、こっちもチキンです。こちら照り焼きのお魚、マッシュポテトにキャベツの蒸し野菜、焼きそば、そしてカレーかな、マサラですね。でお米があって、こっちもお米、パンプキンスープ、そしてサツプレミアラウンジ名物のラクサ。このラクサ美味しいんだよ。で冷蔵庫の中は牛乳、オレンジ、アップルジュース、あとはソフトドリンク、リンゴジュースもあります。でこっち行くとタイガービールにスーパードライ、あと牛乳などあります。やっぱり日系の航空会社の指定ラウンジもあるってことなので、さすが日本のビール。でここら辺のアルコールも他のプレミアラウンジと同じですね。こんな感じです。他にもサラダ、チーズ、ハム、ポテトサラダありまして、ここにフルーツコーナー、前はここがそばで、こっちがフルーツだったような記憶なんだよな。他にも食パンであったり、あとはここはもう今なくなってるんですけども、チョコチップのディニッシュ、クロワッサンで、これがチキンのおかゆ。座席もこんな感じ。居心地がいいかって言われたら、なんとも言えない感じなんだよな、ここ。ただ奥にマッサージチェアがあるので、それは評価高いよ。マッサージチェアが3台あります。シャワールームは3部屋あります。ただ3部屋しかないという言い方でもいいかもしれません。そば、これね、癖になっちゃうんだよな。言うほど美味しいわけじゃないんだけども、なんだか食べちゃうんだよ。ちなみにこうシャワープースが3つしかない上に日本人多いので、夜の時間だとすごい混むと思うんですよ。夜の便であれば JAL 便利用者はカンタスのラウンジ使えるんですけども、朝の成田行きになると営業してないので難しいですし、あとは ANA 便利用者ですよね。ここ第1ターミナルでシルバークリスラウンジ、シンガポール航空のラウンジないんですよ。だから ANA 便使う方はなかなかハードかもな。ターミナル2、ターミナル3行くのもめんどくさいですし、迷いどころですよね。マルハバラウンジ行きます。ここが日本航空の指定ラウンジになってたみたいなので、ここいろんな航空会社の指定ラウンジ、エアチャイナだとかアモイ航空だとか、本当にいろんな航空会社の指定ラウンジ、フィンエアの指定ラウンジもなってるみたいです。ちなみに航空会社のラウンジとして使う場合は5時1時、プライオリティパスの場合は6時1時までの営業になっております。ラウンジ入りました。ちょうど今日本航空のシンガポール支店の方がここにいたんですよ。で誰か待ったんですよね。10人ぐらいゾロ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 と、今から搭乗ちょうどいいですかみたいなことを聞いたので、もしかしたらこれ大物政治家だとかお偉い人なのかな。じゃないとわざわざ日本航空のスタッフの人がお迎えに来ないですよね。ここまでどんなからくりがあるのか気になりますわ。食べ物を紹介します。思い出してきたわ、コロナ前の記憶。ここよく来てましたね、日本航空便利用時。まずサラダです。レタスなどなどあります。こういったほんとシンプルな野菜の方が嬉しいよね。でパンがあって、パンプキンスープ、あれだ、なんだっけ、日本のお吸い物的なやつ、すんごい椎茸の匂いしたわ。あ、カレーだ、ビーフカレー。やはり日本航空の指定ラウンジということもありますので、先ほどのサッツプレミアラウンジおそば、ここはカレーで酢鶏。ここは第3ターミナルのマルハバラウンジと基本的には物が同じで、こういった日本
らしいものもおそらく日本便がある時間帯に提供されているのではないでしょうか。他にはご飯があったり蒸し野菜、ペンネのパスタで、ここにもサテがあります。他にはサンドイッチ、こっちもサンドイッチで、ケーキがものすごく甘そう、いろんな種類のケーキあります。でフルーツ、みかん、りんご、青りんご、赤りんご、あとクラッカー、フムスかな、これフムスであったり、あと各種チーズ、野菜スティックあります。ドリンク、日本航空の指定ラウンジもなっておりますので、スーパードライがここにドンとあります。その他のドリンクは第3ターミナルの丸幅ラウンジと同じではないでしょうか。他にもコーヒーマシーン、各種紅茶があったり、ここバーコーナー、ワイン、白ワインです。赤ワインなどはここにございます。種類はそんな多くないかな。で壁にもワイン、これらが食べ物、飲み物のメニューになっております。ラウンジ内結構人いるな、7割ぐらいはもう席埋まってるんじゃないかな。こういった背の高いソファーがあったりだとか、奥の方に行くとバーカウンターのような背の高い椅子、こういったスペースもあったりします。そんで奥の方にもコーヒーサーバーであったり、紅茶、あとはビール、タイガービールにスーパードライ、あとはコーラ、牛乳がございます。シャワールーム来てみました。こんな感じです。まあまあ広くて、ここも座れそうな場所があるので全然ありじゃないかな。比較的広め、シャワーブースが 1,2,3,4 ブースですね。4ブースシャワーあります。でタオルここにありますので、もう勝手に空いたら使っていいよというシステムです。続きましてプラザプレミアムラウンジ紹介します。6月6日からプラザプレミアムラウンジ世界各国で順次入室が再開になっております。それではシンガポールチャンギ空港プラザプレミアムラウンジ紹介します。行ってきます。入室しました。ここのプラザプレミアムラウンジ初めて使うな。ちなみにここリザーブドエリア、こんなソファーが結構台数多いで、1,2,3,10台ぐらいあるかな、こんな感じの。あとはビップエリアが2つ、まあ、ただビップ言うてもこんな感じの雰囲気ですけどね。あとはめちゃくちゃ混んでるんで座るとこないかもしれんわ。他にも仮眠室あるんだけど ABC、 多分これ有料じゃないかな。こんな感じの個室ブースも10個ぐらいあるんだけど、マジで座るところないわ。あ、スパもあるみたい。さすがにスパは有料でしょう。シャワーも完備してます。他にも狭めではあるんですけども、こんな個人用ブースもあります。他にも普通のソファーもあるんですけども、本当にもうあと10席ぐらいしか空いてないな。なのでここも早めにおいとましようかな。すごく混んでます。まずドリンクから、コーヒーサーバー2つございます。あとはオレンジジュースに、これがフレーバーウォーター、あとは紅茶、これがおつまみ、そしてトースター、パンが食パン2種類ございます。冷蔵庫の中、コカ・コーラに、これなんだろう、ヘブン&アース、レモンジュースなのかな、レモネードかな。あとは、あ、あやたか、あやたか、あやたか、こんなパッケージな、海外用だと。まあ要するに緑茶なんだけども、うん、あやたか、日本緑茶って書いてる。この歌い文句は日本のものと同じです。サラダコーナーです。サラダのほか、ハム、チーズ、ケーキございまして、レタスやらキュウリ、枝豆、コーン、ツナ、トマト、豆、いっぱいあるね。でトッピング、これ何のトッピングだ、おかゆか、チキンのおかゆとリンゴがあって、ビュッフェメニュー、あ、ラクサあるじゃん、チキンライスもあんじゃん。ミーソト、マレー料理かな、インドネシアとか。ミーはご飯、外は知らん、なんだろう、わかりませんけども、とにかくラクサとチキンライスあるのか。さあどうすっかな、食べちゃうか、せっかくなので。他にもトマトライスって書いてます、トマトピラフ的な。ブロッコリーとカリフラワー、あとキクラゲの炒め物、人参も入ってます。タンドリーチキン。バーカウンター来てみました。これがシンガポールスリング、オリジナルのカクテルが15シンガポールドル。他にも、あ、有料ですね、基本的には有料で、うんですね、基本的なビール、あとはジンとかも大体12ドル、1200円ぐらいはしちゃうので、アルコール飲みたいっていう方はちょっとうーんってかもしれませんね。 Excuse me, do you have something, a free drink? Just a moment. Sure.Just bring back for me if you need, if you want to refill, just bring back the same glass. Okay, thank you. Cheers. Hi, Kisama.
あ、Red wine, white wine, tiger beer. Only three. ありがとうございました。です。So can you show me white? White? Can you show me? Hiro? Only record. I cannot drink alcohol. Oh, really? Yes, I'm sorry. ありがとうございます。ちなみにワインはこのワインを無料でいただけます。あとはタイガービールの生ビール、これが無料でいただけますが、それ以外のドリンクに関しては有料になっております。ただここにタイガービール 320ml って書いてるんですけども、これどういう意味だろうな。まあいいや、とりあえずタイガービールは無料で飲めるよってことです。ちなみにシャワーあるんだけども有料、ここのメニューは載ってないんですけども、24シンガポールドル2400円です。なのでこれだったら別のラウンジで使えば無料で浴びることできるので、わざわざここで浴びる必要はないかなと。あとは仮眠室あったんですけれども、これらの金額6時間でかかりますのでお気をつけください。チキンライスとラクサです。ご飯少なめにしてくださいって言ったので、もうかなり少なめです。本当はもっと多いと思います。ただこれはもう麺決まってるから無理だよって言われたので通常サイズです。めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。まずはラクサのスープからいこうかな。ラクサ美味しいんだよね。ここのラクサはどんな味かな。辛い辛いってまだ辛いちょっとチキンライス先に食べますわ。あ、辛い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 チキンライスはうまい、うん、タレが滴り立ってるんですけども、このタレが美味しいよね。あー、ラクサ辛かった。チキンライスはこれの出汁が染み込んでめちゃくちゃうまい。お肉も柔らかいし、やっぱり台南チキンライス美味しいよね。シンガポール来たら僕はマクスウェルフードセンターというホーカーと呼ばれる、ね、屋台の集合体があるんですけども、そこで食べるチキンライスうまいんだよな。今5ドルぐらいするのかな。昔だったら4ドル以下、400円弱ぐらいで食べられたんですけども、シンガポールも物価どんどん上がってきてますので、ホーカーの食事は安いですけども、それ以外は結構高いからね。よし、ラクサ麺たどり着くかな。とスープなしでこのまま麺だけいきますか。辛いのよ。麺だけだったら大丈夫。スープ辛くなければな。あ、辛い辛い辛い、十分辛いわ。かまぼこと、あとは厚揚げ、卵、もやし、トッピング。あ、辛いのきた。辛くないかまぼこは。スープが辛いんだよ。もう一回ちょっと最初ね、たまたま辛いところが当たったかもしれないので、スープだけいきますよ。うん、辛いね。さっきほどじゃないけども辛いわ。これでもう少し辛さが抑えられてれば最高なんだけども、辛いものが得意じゃない自分にとってはちょっと拷問に近いけども、味はうまいんだよ。なので頑張って食べたいと思います。続きまして、プライオリティパスで使えるレストランクリスタルジェイド、こちら紹介します。場所はカンタスのファーストクラスラウンジやマルハバラウンジの近く第一ターミナルにございます。ここでは中華料理食べられるということだったので、ここで中華料理行きましょう。お、小籠包あるの。小籠包あるの、マジで。うわー、楽しみ。残念ながらここでは指定メニューになっちゃいます。本来はこれらのメニューの中から1つ A、B、C の中から選びまして、例えば A だとチャーハン、ワンタンスープ、あとドリンクで、こっちが魚のなんか魚のなんかですね、ご飯付きの。あとはこれも野菜とお肉のワンタンスープで、 C セットになると黒胡椒のチキンライス、これとスープとドリンク、これが基本メニューです。ただ今回時間が遅いっていうのもありますので、特別にこの中から一つ選んでいいよということだったんですよね。逆に特別なんですよ。本来はこれ有料メニューなんですけども、この中で私は担々麺選びました。ただ辛いよって言ったので、いやごめん、辛くなく作れるから、いや無理だわ、ちょっと辛いのはいけるけども、辛くないと担々麺じゃないからねみたいなこと言われたの、ごもっともなんですね。ごもっともなんですけども、うん、辛いの苦手なんですよね。とりあえず今回は担々麺のスモールサイズ注文させていただきましたが、本来はメニューこちらになりますので、この点だけご注意ください。
11時までの営業です。ちなみに現在では第2ターミナルでもプライオリティパスを使って入れるレストランが2つあります。2軒ともインド料理のレストランにはなってるんですけども、これらのレストランも指定のメニューが無料で24時間につき1回食べることができますので、こんなにラウンジも多い、レストランも無料で使えるところ多い、困るよね1時間2時間の乗り継ぎだったらもう絶対楽しめませんので、もうこの空港に泊まるぐらいのオーバーナイトしてもいいよというぐらい時間取っていれば満喫ラウンジすることできますので、かなりおすすめです。今回食べるのはもちろん言いますけれども特別メニューになっておりますので、この手だけお気をつけください。あ、来た来た、担々麺スモールサイズ、シェシェ、ありがとうございます。おー、うまそう。わ、すごい。あ、これキャセイの担々麺と全然別物だわ。これはイエス、あ、スパイチャスモンね。OK。ああ。OK。スパイシー。ああ、スパイシーですね、これは。ああ。You must stir first. Not big enough. No, I take another one soup. I try.ああ混ぜろと。これね、辛いのよ。しかもこれ山椒の辛さ、どっちかというと。ああ、混ぜたら、I try. Maybe I can eat. 混ぜたら少し収まったんだけども、しびれ的な辛さが強いんだよなこれ。ただ麺は美味しいでしょ。ハウツ、美味しい。OK。麺はごまの香りがすごい効いてるので麺は大丈夫だよ。ただスープがちょっと山椒効きすぎてるな。あんまり辛くしないでって言ったんだけども、やっぱり辛いっすわ。なのでキャセイの担々麺は全く辛いと思わずに食べられるんですけど、ちょっとこれは山椒がきついなっていうところはあるんですけども、ただ麺はいけそうなので頑張って食べたいと思います。本当にこれごまの風味すごく効いてるので、キャセイの担々麺よりもごま感は強いと思うな、こっちの方が。これはしびれなければ、山椒のしびれ感がなければ最高にうまい一品。続きましてターミナル3にありますサッツプレミアラウンジ、こちら紹介します。シンガポール航空のシルバークリスラウンジ、あとはクリスフライヤーゴールドラウンジのちょうど中間に位置しております。入室しました。まずパン類紹介します。白い食パン、茶色い食パン、あとは、あ、美味しそう、チョコチップデニッシュにミニクロワッサン、チョコチップたっぷりあるよ、これは美味しいです。ブルーベリーマフィン、トースターもあるのでこれ焼いたら美味しいよね。そしてシリアルがございます。これはパンプキンスープ、ご飯、おお、いいね、海南チキンライスの元となる鶏肉、これはうまいでしょ。でチキンフリカッセ、焼きうどんかな、これはキャベツと人参の炒め物、マッシュポテト、魚のカレー、フィッシュカレー、これもめちゃくちゃいい匂いがします。インドのお米かなこれと、あとはマサラ、カレーっぽいやつね。でこれがチキンのおかゆ、そして果物、メロンにスイカ、サラダコーナー、コーンがあったり、キュウリ、チキンハム、あとはビーツか、ビーツがあったり、他にもチーズもあります。チーズにドレッシング、サラダ、トマトで、ドリンク、氷があって、白ワインかなこれ、これは赤ワインわかんないや、でも冷えてるってことは白ワインなのかな。これらがございます。白ワインですね。で赤ワインこっちですね。赤ワインがあって、ジンがあって、ウイスキー、スミノフのウォッカ、あとはコーヒーマシンがあって、紅茶、いろんな種類ある。でもう一つコーヒーマシンで、サッツプレミアラウンジといったらこれラクサ有名なんですよね。他のラウンジでもこのラクサございますので、ラクサで、これで麺を入れて茹でて、でスープを注ぐと。スープも本当にいい匂いしてますよ。ここからでも匂いがわかる。こちらがスープ。冷蔵庫の中、オレンジジュース、リンゴジュースに牛乳、炭酸水、スプライトや
タイガービール、あとはコーラなどなどいろんなドリンクあって、ヨーグルトがここにございます。これが今夜の時間帯なので夜のメニューです。朝はまた違うメニューになります。ラウンジ内こんな感じです。天井高いので開放感はかなりあるかな。こんな感じです。以前シンガポールチャンギ空港で空港泊した際はここで実は寝たんですよ。でこの奥にマッサージチェアがあるんですけれども、このマッサージチェアの隣のこのスペース、ここで横になって寝た記憶があります。なので今日の宿泊候補ここかもしれない。続きましてマルハバラウンジ紹介します。ちなみにマルハバラウンジ航空会社の指定ラウンジにもなってるんですけれども、その場合は4時半から2時までの営業、プライオリティパスなどの方に関しては朝6時から1時までの営業になっております。なので朝早すぎる時間帯、あとは1時以降プライオリティパス入れませんのでお気をつけください。ちなみに先ほどのサッツプレミアラウンジは24時間営業です。ラウンジ入りました。ソファー型の座席もあるんですけれども、こういったソファーだったり少し背の高いソファーもあるんですけれども、壁際にありまして、そっちだったらゆったりできそうかな。このタイプのソファーだったらゆったりできそうだね。背もたれもしっかりしてますし、ここにねフットレストみたいなね足置く台があれば最高なんだけどな。横に充電もできるのでここいいわ。食べ物飲み物です。まずコーヒーマシーンがありまして、お茶っ葉があってフルーツジュース、あとはビールは今使えないと、ビール生ビールは本来はタイガービールであるんですけど今使えなくなってます。あとは白ワインと赤ワインかな、多分どっちかが赤だけどどっちかが白、これ白っぽいな、間違ったらごめんなさい。でお酒4種類ですね。ウイスキーにバカルディにジン、そしてウォッカで、冷蔵庫の中にビールであったり、あとはコカ・コーラ炭酸水入ってて、ここに冷えた白ワインがございます。種類は全然分かりません。この2種類です。でコップ挟んでこっち側、オレンジジュースにリンゴジュースに牛乳がございます。おドイツ産の牛乳で、食べ物コーナーです。パンがあってサンドイッチがあって各種ケーキ、甘そう、めちゃくちゃ甘そう。チーズクラッカーにカットフルーツ、カット野菜、スティック野菜というのかな、とブドウとチェリーで、ここに本当はチーズがあるみたいなんですけれども今なくなってます。でドレッシングがあるということは、そうです、サラダコーナー、あいいね、こういうサラダの方が個人的には好きかな。シンプルなレタスだとかコーンだとか枝豆だとかで、ドレッシングも豊富に揃っております。ごまどれ最高。ジャパニーズクリアスープ、なんだろう、あなんかお吸い物みたいな感じかな。椎茸とか人参とかネギ入ってるお吸い物的なスープにパンプキンスープで、パンがありまして、きゅうりとオニオン、あこれサテーとかで使えそうだね。でゆで卵があって、ご飯があって、ナシレマク、インドネシア料理もあるね。あこれか、これがナシレマクで、これがサテーのソース。サテーやる、サテー食べる、今日はサテー食べます。でパスタ、これが何だろう、ポテト&チックピース、わかんねえ、なんかカレーみたいなやつで、ベイクドフィッシュ with クリームソース、魚のクリームソースにっていったところかな。で野菜炒めがあって、あこれ酢豚ならぬ酢鶏だな、きっとスイート&サワーチキン、多分酢鶏だよね。でビーフサローナ、これもカレーみたいなやつかな。食事が美味しそう、ありがたい。ジャパニーズスチームドライス、もしかしたら日系の航空会社の指定ラウンジにもなってるのかな。ただあんまり今の時間帯日本人らしき人はここにはいません。あとリンゴが2つで、ここにお茶っ葉があって、コーヒーマシンがありました。簡単ではあるんですけども持ってきました。サテーにペンネのパスタ、あと牛肉に酢鶏、この酢鶏が美味しそうなんだよな。よしいただきましょうか。まずは酢鶏からいっちゃうか。本当に酢鶏かな、酢豚ならぬスイート&サワーって言ったら絶対酢豚的な味よね。酢鶏です、これはうまい。ただ個人的には撮影日の前日キャセイのラウンジ香港で酢豚食べたんですけども、あっちの方が美味しいわ。なんだろうな、酸味が足りないっていうか何かが物足りない、ただ普通に美味しいのよ、美味しいんだけども酢豚の方が美味しかったかな。次サテ行きましょうか。久しぶりだなサテ食べるの。サテうまいのよ普通に。
ちゃくちゃうまい。やっぱりこのサケのソース美味しいよね。少しピリッとしててココナッツミルクの甘さがあったりだとか、日本ではサテってなかなか食べられないじゃないですか。焼き鳥は至る所で食べられますけども、焼き鳥ともまた違うんですよね、サテって。このピーナッツソースがすこぶる美味しいんだよな。いや、サテいいわ、やっぱり最高。牛肉、顎が使えるやつだ。味はね、カレーみたいな味だけど、カレーともまた違うんだよな。すごくカレーに近い。あとお肉が結構もっさ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 してるので、噛むの疲れるな。一応このランチシャワーあるんですけども、あんまりおすすめじゃないかな。シャワーに関しては第3ターミナルはこの後紹介するラウンジがダントツおすすめです。ちなみに先ほど言ったサッチプレミアラウンジももちろんシャワーはございます。続きましてアンバサダートランジットラウンジです。ちなみにここプライオリティパス使えるんですけども、有料でも使えるのでちょっと混みがちかもしれません。行ってまいります。有料利用だとこんなすんのっていうぐらいの金額するので、マジで有料利用はおすすめしません。プライオリティパスでいきましょう。ラウンジ入りました。ここ狭いのでかなり密度が濃いなっていう感じがします。今映した果物コーナーです。他にはパン、あ、クロワッサンでしたね。クロワッサンにマッシュルームスープ、そしてドーナツ、あとはなんだこれ、ミーソト。ミーはインドネシア語のマレー語かなの麺っていう字味なんだよな。ソトが分かんないな。で、黄色い麺にミーソトペースト、分からん。で、チキンに豆、スイートチリ、コリアンダー、パクチーいるのか。で、あとはフライドシャーロット、野菜炒めかな。手羽先と白身魚のチリソース煮みたいな感じで、カレー的なやつとペンネのパスタ、マサラですね、ペッパーチキンマサラ、スイート&サワーソヤボール、これ実はベジタリアンミール。ご飯があって、エビセン的なのがあって、サンドイッチで、ウォーターサーバーであったり、お茶っ葉、リンゴジュースにオレンジジュース、コーヒーサーバーがあって、ソフトドリンクのサーバーがあって、あ、アイスある。ここではアイスだけ食べようかな。以上が食事メニューです。アイス食べちゃおう。先ほど言った通り、ここ有料利用もできるので結構混むんですよね。なのでこれ本当にこれ3時間しか使えないです。ほとんどの3時間の利用制限あるんですけども、正直合ってないようなもんなんですけども、ここはこんな感じ、時間の管理されておりますので。ただここで夜を明かすっていうのはちょっときついですね。座席の種類的にあんまりリラックスできる椅子がないのよ。ただここシャワーブースが本当にいいので、個人的にはこうシャワーだけ使うっていうのも全然ありだと思います。シャワールーム来てみました。正直ここのシャワールームだけで見たら、まあ、普通なんですよね。ここすごいところがあるんですけども、パウダールームがすごくいいんですよ。こんな感じ、広々のパウダールーム 1,2,3 個分ぐらいかなあるので、これがいいんだよな。でこっち側も、まあ、トイレではあるんですけれども、水回りがしっかりしてるのよ。シャワーだけで見たら正直普通ですけども、総合的に見たらここのシャワーブースはなかなかいいんじゃないかな、そんな気がします。それではまた次のラウンジ行きたいと思います。ラウンジ後にしました。続きましてプライオリティパスで使えるレストランございます。第3ターミナルにはカベリエクスプレスインディアンベジタリアンというお店がありまして、こちらからセットメニュー1つプライオリティパス無料でいただくことができます。コンボ 1,2,3 があって、マサラドーサであったり、あとはロティプラタ、あとはベジタリアンのタイ飯だとか、ここら辺から1つ選ぶことができます。なのでここベジタリアン向けのお店なので、やっぱりがっつりしたもの食べたいよって方は向いてないと思いますので、この点お気をつけください。ラッシーだけでもいただけるのかな、ちょっと聞いてみましょうか。 Excuse me, I have a priority pass. Can I order only Lassi? Okay. Okay. ちなみに選べるメニューですが、ドーサであったりロティプラタ、スペシャルタイセット、これらプラスに、これなんてもんだ、アイドリーというのかな、であったりボーダー、これらから選ぶことができます。マンゴーラッシーゲート、もちろんメインのものいただくこともできるんですけども、他に食べなきゃいけないのがあるので今回はやめておきます。なのでドリンクだけだとかデザートだけだとか、そういった注文方法も OK ですので、プライオリティパス持ってる方ぜひ活用してみてください。マンゴーらしい、あ、うまいやつだわ。ただちょっと甘すぎかな、甘党の自分でも甘って思っちゃうぐらいの甘さ。ちなみに先ほど紹介したメニューの他にデザートがついてくるんですけども、本日のデザートはインドでよくあるなんて言うんだろうな、ドーナツみたいなやつは、あのシロップにつけためちゃくちゃ甘いやつ、あれみたいです。なので今回は
ドリンクだけにしておきました。第2ターミナルのアンバサダートランジットラウンジです。ここにはなんとジムスペースもあるんですよ。すごいよね。仮眠室もあったりするんですけど、ただ仮眠室有料かな。とりあえず行きましょうか。ラウンジ入りました。第3ターミナルのところと違って広いですね。お客さんもそもそもこのターミナルあんまりいないのと、椅子もまあまあ座りやすそうな椅子があるので、第3ターミナルの同じトランジットラウンジよりかはダントツこっちの方がいいかな。ただここのラウンジもステッカー貼らされますので、基本的には3時間以内に出ろと言われてしまいます。食事ドリンク紹介します。先ほどのラウンジと同様にアイスございまして、ビスケット、あとはナッツ、お茶っ葉で、ウォーターサーバーがあって、コーヒーサーバーがあって、リンゴジュース、オレンジジュース、そしてドリンクサーバーで、ここにはサンドイッチ、牛乳、フルーツ、梨とリンゴ入ってて、ここはパンコーナーになっております。食パン、クロワッサンございます。そしてこちらがチキンスープで、ここでも先ほどのラウンジ同様にミーソトというマレー料理っていうのかな、これを食べることができます。あと配膳ロボット活躍中、すごいね、ティファールの炊飯器で、ご飯がありまして、手羽先、あとは魚のチリソース、野菜炒めがあって、ここチキンマサラ、そしてペンネのパスタ、先ほども食べてないかこれ、酢鶏じゃないな、マッシュルームなんちゃら、この緑色のやつで、あ、これあれか、さっきやっぱりこれベジタリアンミートだったのか、鶏肉なと思ったんですけど違うわ、これだもん。なので本当にパッと見鶏肉だよね。で次マフィンがありまして、サラダコーナー、いろんな野菜あります。レタス、お、ジャパニーズキューカンバーだと、ちょっと取れないんだな、間違い、ジャパニーズキューカンバー、日本のキュウリ、こっちのキュウリ結構大味なんだけども、ああ本当だ、日本のキュウリだこれ、ありがたいね。でチェリートマト、ミニトマトがあって、コーン、オリーブで、もやし炒めがあって、フルーツカクテルにイタリアンドレッシング、あとはバナナとみかんがあります。この子の上に使い終わった食器とか乗せていいよっていうことなのかな。いろいろとこの子循環しているんですよ。でここ実はサンフラワーガーデンがあるんですよ。行きましょう。おー、蒸し暑い、めちゃくちゃ蒸し暑いぞ。ちょうど今奥にはルフトハンザのエアバス350駐機しているの見えます。サンフラワーガーデンということで、ここからは、あ、行けないのか。ラウンジの外からであれば、この奥にひまわり畑といいますか、ひまわりが生えているの見えるんですけれども、ラウンジのエリアとしてはここにはひまわりはないですね。で向こうの方に抜けようにも抜けることができませんので、この奥にひまわりがたくさん生えているというサンフラワーガーデンがございます。シャワールーム来てみました。シャワーはこんな感じです。まあまあまあ悪くないですよね。ただここもコンディショナーがないタイプになっておりますので、髪ギシギシになること間違いなし。シャワールームもマックス11室あるのかな、かなり多いので待つことなくシャワー浴びれそうです。このターミナル自体がそんなに人がいるターミナルではないので、結構落ち着くんじゃないかな。先ほど紹介した第3ターミナルも人がいっぱいで、もう大変なぐらい人いっぱいなんですけど、ここはちょうどいいね。パウダールームもしっかり完備しております。ラウンジ出ました。また次のラウンジ紹介したいと思うんだけども、懐かしいなここ。 TGM 分かる方には分かりますよね。そうなんですよ、コロナ前ここプライオリティパス対応してたんですよ。で日本食もあったので、ここで刺身だとか唐揚げだとか日本食を毎回シンガポール来るたびにわざわざターミナル2寄って、ここで日本食食べた記憶があります。残念ながら今プライオリティパス対応はもう外れてしまったんですけども、また戻ってほしいな。ちなみに他のもの、ドラゴンパスタとかこんな感じでいろんな銀行の指定ラウンジにもなってるみたいなんですよね。いやここの日本食また食べたいですわ。第2ターミナルにやってきました。ここ人少なくていいですね。多分ここのラウンジが今回のマレーシア航空の指定ラウンジなんじゃないかなっていう気がします。
サッツプレミアラウンジ紹介します。入室しました。やはりここが指定ラウンジということでプライオリティパスなしで入ることができました。サッツプレミアラウンジ第1ターミナルも第3ターミナルもこのようにマッサージチェアあるのが特徴なんですよね。なかなかやりおりますよこのマッサージチェア。食べ物飲み物を紹介します。この辺の冷蔵庫にあるものは他のサッツプレミアラウンジと基本的には同じです。コーラであったり牛乳、リンゴジュース、オレンジジュースなどあります。ここら辺も同じですね。コーヒーマシーンがあって、あとお茶っ葉があって、他のラウンジと全く同じ。もちろんパンの種類も同じ。食パンがあって、クロワッサンあって、このチョコチップデニッシュ美味しそうなんだよな。あとはカップ麺もここに置いてあります。続きましてパンプキンスープ、マサラ、そしてお米、これも先ほどのサッツプレミアラウンジ全く同じありました。チキンのおかゆ、焼きそば、焼きうどんに近いかな、魚のカレー、ロールチキン、そしてチキンの、これなんだよ、フィン、読めないです。で、照り焼きフィッシュにマッシュポテト、蒸し野菜、ご飯、他にもシリアルであったりハム、チーズ、果物、野菜、サラダ、そしておつまみのピーナッツ、そしてサッツプレミアラウンジ定番のラクサ、これ自分でやるのね。茹でてよそってスープ入れる。ここのラクサなかなか美味しい。アルコールです。ウイスキーにジンにスミノフのウォッカで、コーヒーがあって、こっち側がワインです。赤ワイン、そして反対側にはビールございます。タイガービールです。で、白ワインが中で冷やされてて、ヨーグルト、フレーバー水なので、基本的な食べ物のラインナップは全く同じです。ちなみにこの奥リザーブドエリアあるんですけども、ここ使える人はユナイテッド航空利用のユナイテッド航空の上級会員の中でもさらに上の 1K プレミア、日本航空でいう JGC プレミアとかエメラルド、ダイヤモンドに相当する人がここ使うことができるみたいです。シャワールーム3つあります。ちょっと狭めではあるんですけれども、こんな感じのシャワールーム、ただシャンプー、ソープ、これしかありません。で、ここ勝手に使っていいんですよ。なのでここにタオル置いてあります。タオル使い終わったらここに入れてねということで、もう適当な感じ、自由な感じがいいですよね。ただちょっと狭いのが気になるんだよな。今回のシンガポールチャンギ空港の中にあるプライオリティパス対応のレストラン紹介いたしました。他にもジュエルのところにあったり、ただそこはもう完全に制限エリアの外なので、一旦シンガポールに入国したりだとか到着時に使えるようなラウンジだと、ね、今回紹介しませんでした。他にも第4ターミナルにもラウンジあるんですけども、そこも行くのがちょっと面倒っていうのもあったので紹介せずに、 1,2,3 ターミナルの中にあるラウンジ紹介させていただきました。各ターミナル基本的に食べ物はもうラウンジごとに同じなんですよね。丸幅だったら丸幅、サッツプレミアラウンジだったらサッツプレミアラウンジで、トランジットラウンジだったらトランジットラウンジで、内容は同じなんですけど、それぞれ若干違う。日本航空の指定ラウンジはここなんですけども、カレーがあったり、あとは ANA の指定ラウンジのサッツプレミアラウンジになるとお蕎麦があったりだとか、ちょっと結構アレンジして、ビールも日本のスーパードライがあったので、そういうお客さん向けにアレンジしてるんだなっていうところがありました。あとは第3ターミナル、第1ターミナルやっぱり混みがちなので、第2ターミナルは結構穴場なんじゃないかなと思います。もちろん航空会社によって使うターミナル違うので、移動するのは若干面倒かもしれませんけれども、いろんなラウンジ使うことできますので、食べ物は同じでも内装はやっぱり若干違いますので、時間がある方は皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。今回は合計で何か所だ、もう自分でも分かんないぐらいいっぱいラウンジ巡ったんですけれども、これがシンガポールのチャンギ空港で使えるプライオリティパスのラウンジだよということを頭に入れておいてください。それでは本日の動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際のリフェ、皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。